AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナ軍の成功計画、戦略情報と詳細な計画が戦争の行方を変える方法。ロシアとウクライナの戦争は数年前から続いており、知恵と戦略と情報の戦いである。ウクライナ軍の最大の長所は国内の地理を熟知していることで、戦闘を適切な地域に引き込むことができる。ロシア軍は森林の多い地域、明けた野原、山間部などに引きずり込まれ、その地理的構造に応じて常に新しい戦略を練っている。ウクライナ軍はこれらの戦略を常に更新し、ロシア軍を唖然とさせる。最近ではバフムートの町が紛争の中心地となり、ロシア軍にとって墓場となっている。ロシアはこの町で歴史上最も大きな損失をかぶった。ロシア軍はこの町を占領するために最強の軍隊をこの地域に送り込んだが、ウクライナ軍は歴史的な抵抗をしてなんとか町を守った。ウクライナ軍は特に高速道路の交差点を守るために多大な努力をし、バフムート防衛で最も重要な装備であるドローン、イモータルミサイルシステム、ジャベリンミサイルを使用するなど非常に巧妙な作戦を実施した。ウクライナ軍は限られた手段で歴史的な成功を収めたが、この勝利の主な理由はウクライナ軍の指揮官たちの決断にあった。これらの指揮官はロシア軍に最大限のダメージを与えるために多くの特殊作戦を計画し、そのうちの一つがバフムートで行われた。この作戦の結果、ロシア軍のワグネルグループは大きな損害をかぶった。ワグナーグループはこの町を占領しようと精鋭の兵士を送り込んだが、ウクライナ軍は巧妙な罠で彼らを驚かせた。ワグナー兵は攻撃後素早く動いてウクライナ軍を追撃し、無制限に前進させることができた。しかしウクライナ軍が渡ったばかりの橋を爆破したため追い詰められてしまった。ワグナー軍に退路はなく、開けた場所にいた兵士たちは突然パニックに陥った。その時銃声が響いた。ウクライナ軍はここ数年バフムートで住宅建設を開始した。このプロジェクトの裏側には大きな飛行機があり、ウクライナ兵はこのエリアでの住宅建設に利用することにした。スナイパーは建設現場に行き、双眼鏡でこのエリアを監視していました。ロシア軍がこのエリアに集まった後、狙撃手は行動を開始し、最初の射撃はワグネルグループの部隊の隊長に命中しました。隊長が撃たれた後、ロシア兵は全員逃げようとしたが、逃げ場がない、逃げ場がない。ウクライナ軍の狙撃兵がロシア兵に発砲し、多くのロシア兵が死んだ。多くのロシア兵がウクライナ軍の狙撃兵の視界に隠れていたが、退却に必要な橋がなくなっていたため、これらの兵士は自分の陣地を離れることができなかった。ウクライナ軍に向かって前進すれば殺されることは分かっていたのだ。ロシア兵はこの地帯では全く無力で、暗黒地帯に閉じ込められたロシア兵は現在缶詰を摂取して生き延びようとしている。しかしこの兵士たちも長くは持たないだろうと考えられている。ロシア兵の絶え間ない陥没はクレムリンに危機感を与えている。クレムリンの指導者は指揮官を厳しく戒めており、特にワグナーグループの指揮官とクレムリンの指導者の間で再び緊張が高まっている。ワグナーグループが作戦で大失敗したことで、ワグナー兵がロシア軍指揮官の命令に耳を貸さないため緊張が高まってしまう。このような状況はロシア軍の規律を完全に崩壊させ、クレムリン指導者とワグナー指導者の間で口論が絶えない。国際刑事裁判所、戦争犯罪でロシアのプーチン大統領に逮捕状を発行。先日国際刑事裁判所 ICC がロシアのプーチン大統領とマリア・ルボバ・ベロバ子供の権利担当大統領委員に対する逮捕状を発行する決定を下したことは国際的な怒りと非難を巻き起こしています。逮捕状はウクライナの占領地域からロシア連邦に子供たちを不法に送還した戦争犯罪に関連して出されたものである。この決定を世界の指導者が自らの行動に責任を持つようになるというシグナルとして歓迎する声がある一方で、政治的な動機によるものであり執行される可能性は低いと批判する声もある。令状にまつわる論争に関わらず、ICC の全加盟国がプーチンとルボバ、ベロバを拘束し、
裁判所に引き渡す法的義務を負うようになったという事実は変わらない。つまり国際犯罪を犯したと公式に疑われているプーチンがロシアを離れ、ローマ条約を批准している国に渡航すれば逮捕され法廷に立たされる可能性があるということです。またこの決定により中国などプーチン大統領と密接な関係を保ち続けている国々への外交的影響も懸念されている。ウクライナの国家安全保障防衛会議 NSDC のオレクシー・ダニロフ書記は中国の習近平主席のモスクワ訪問について、ウクライナの子供に対する犯罪の疑いがある人物と会うことになるため中国の外交官にとって難しい仕事になるとの見方を示しています。ダニロフ氏は未成年者を含むウクライナ国民の組織的な殺害に関連してプーチンを狂人とも呼んでいる。彼はプーチンの命令で500人の子供がウクライナ領内で物理的に殺害されたと主張している。ロシア政府はこの令状に対し法的には無効であると表明している。プーチン大統領のドミトロペスコフ報道官はロシアは ICC の管轄権を認めておらず、同裁判所が下したいかなる決定も法的観点から見れば無視できるものであると主張している。同様にロシア連邦外務省の公式代表であるマリア・ザハロワはロシアは ICC に協力せず、同裁判所からの逮捕の処方箋は法的には無効であると表明しています。ICC が逮捕状も出したロシアの子供オンブズマンマリア・ルボバ・ベロバはこの決定に驚きを示し、ロシアの子供たちを助ける彼女の活動を国際社会が評価していることは素敵なことだと述べています。彼女はロシア人は子供たちを軍事地帯から連れ出し、愛情深く思いやりのある人々に囲まれて子供たちにとって良い条件を作り出していると主張しています。ウクライナ防衛力強化のためソ連時代のミグ級戦闘機を受領。ウクライナはここ数年隣国ロシアからの絶え間ない侵略に直面しています。ロシアによるクリミアの併合やドンバス地方で続く紛争によって同国の状況はさらに複雑になっています。しかし絶え間ない脅威にもかかわらず、ウクライナの人々は自国を守るために大きな回復力と勇気を示してきました。最近ウクライナは国際的なパートナーからソ連時代のミグ29戦闘機を受け取り、間違いなく国の防衛力を強化することになります。しかしこれらの航空機はロシアの空中テロからウクライナを守るには十分ではありません。ボロディミル・ゼレンスキー大統領は反撃行動を成功させるためにはウクライナは最新の長距離防空設備と最新の多目的戦闘機を必要とすると指摘している。現代の戦争では制空権が重要であり、ウクライナは占領地の空域を支配する手段を持つ必要がある。そのためには現代の強力な防空システムと近代的な戦闘機が不可欠である。そのような装備は敵の攻撃行動を阻止するだけでなく、敵に燃料や弾薬を供給する兵站を妨害することにもつながる。ゼレンスキー大統領は最近最高司令官参謀本部会議を開き、最前線の旅団を強化する方法について話し合った。主にドンバスでの戦闘に焦点が当てられ、最高司令官国防情報部前線指揮官による報告が行われた。ゼレンスキーは前線で戦う全ての兵士、全ての軍曹、全ての将校に感謝の意を表明した。大統領はまた特殊作戦部隊、海軍のアザラシ、特殊目的海軍センターなどの特殊部隊の隊員にも感謝の意を表した。これらの部隊はルハンスク州の防衛に貢献し、ウクライナ軍や都市に対する占領軍の攻撃に力強く対応しました。ゼレンスキー氏はウクライナ保安庁の隊員や国際軍団の兵士たちに感謝の意を表した。彼はウクライナのために戦う必要性を強調し、他国の人々も国を守るために名乗りを上げていることを心強く思っています。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。